大森東といえば、かつては海苔生産地として、現在はたくさんの町工場が集積する産業の町として知られるエリア。今回そんな大森東のわが町自慢を紹介してくれるのは、地元在住歴65年の石渡さんと在住歴80年の中村さんです。それでは早速自慢スポットへ。石渡さん、わが町自慢を見せてください。私が紹介する大森東のわが町自慢は海辺の散策路です。かつて海苔の生産地として栄えた大森東には、今も多くの水辺スポットが点在。その中の一つがこの見晴らし橋です。昭和47年に建設された大森東避難橋が、平成24年耐震補強工事のためリニューアル。それを機に地域住民に親しまれるようにと、見晴らし橋という愛称が付けられました。この橋は非常に自転車の通行が多いんです。またお年寄りが散策をするということで、非常にこの地域にこの橋は利用され、愛されている橋です。ここへお年寄りがお休みになる、そしてこのバルコニーから海を眺める、非常に見晴らしがいいと。ちなみにこの橋からは初日の出を見ることもできるそうですよ。さて、その見晴らし橋を渡って今度は川沿いの道へ。お二人がおすすめするもう一つの海辺スポットがこちら、森ヶ崎海岸公園です。海沿いで景観で、桜や松の木がたくさんがあって、そして、ジョギング、散策、そういう方がたくさん来ます。この公園も立派ですけども、何しろ羽田空港が近いので、飛行機の離着陸が何とも飛行機好きな人には答えられないですが、皆様いかがでしたか。大森東のわが町自慢、ぜひ皆さんも遊びに来てください。